食団子ありがとうございます。お、桜の季節になってる。桜出てるやん。卵サンドさんありがとうございます。ヤスルパンさん綺麗ギフトありがとうございます。ヤスルパンさん桜餅ギフトありがとうございます。ひとしさん桜ね、桜になってる。そうだよね、咲き始めたもんね桜。今までありがとう。どうしたの、オタク辞めるの。桜ありがとうございます。STU は信じられない。そういうことか、ココアさんのやつ。団子ありがとうございます。あ、みんなに言ってるんだ。へえ。カマチョじゃん。カマチョ。カマチョ。こんばんは。桜の季節になったからこの小道具たちが。桜咲かせようかな。カマチョ。顔が好きですか。ありがとうございます。今日はすっぴんです。今日はねリハーサルが朝からあって、朝から夜まで。こんばんは、お元気ですか。お元気ですよ、お元気です。桜貼ろっかな、せっかくやし。桜のあれに変わったんだったら貼っとこうかな。お疲れのところ、でも全然疲れてはないよ。人と会ってる時間は楽しいから全然疲れてない。巻いた巻いた、今日のレッスン。あ、巻いてないか、巻いてない。20分ぐらい巻いたかな。貼ったら後悔しそうなところに貼りましょう。でもこれ壁に貼れるシールだから。そうなのよ、優秀でしょ。ウォールステッカーなんで、どこでも貼れるんだ。さくらさくら。ハレンがね。サンクラ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 。
ら。ね、あんま突っ込んでくれんのやけど、猫しか払いやないかいみたいな突っ込み来てよあえて猫だけ貼ってるのに、猫しか払うのかいみたいな突っ込みのキレが悪いよそう、猫しか払いやないかい、にゃ、他何があるの？桜桜です、他全部桜。詩人かと思ってました。桜猫かな、桜ピタリ。はるさん、桜餅ありがとうございます。画角、画角普通じゃない、画角まだ、そうだね。でも早い、桜咲いてるじゃん、愛媛もう咲いてるよ、河津桜。ノマウマハイランド、絶対ノマウマハイランド、毎年3月ぐらいに行ってるノマウマハイランド。桜猫、ね、確かに猫なんないよね、桜猫じゃない、桜猫ってなんか知らんけど、そういうの似たよね。暖かくて猫が増える季節、野良猫。ちくわパパさん、桜餅ありがとうございます。シールってそんな業務的に貼っていくもんでしたっけ、ってどうやって貼ったらいいん、逆にもっと楽しそうにってこと。ありえないくらいからやりましょう。見ずに貼るっていうか、見てるよ画面で、見てるよ普通に、見ながら貼ってる、画面で、画面で見えてるからね。確かに、いやあっちの壁はちょっと剥がせるかもしれんけん、カーテンは剥がせるやん。のまま、春着こなしてる感じ。そう、春着こなしてます、春を着こなしてます。こんばんは。顔につけるやつ、ね、広島はまだ咲いてなかった。贅沢に使います。シール。
ゆうちゃんありがとうございます。あきやんさんありがとうございます。紙に貼ったら抜けちゃうやん。トムガナ、桜の木になろう。そう、桜の木になろうだよこれ。ミキヤくん、ペンギンありがとうございます。またペンギンいるじゃん。もうペンギンが固定キャラになったんかな。ありがとう、ペンギンがいる。藤田さんありがとうございます。あきさんありがとうございます。Spring is here。こんばんは。なんかおしゃれに見えてきた。使ってるヘアケア用品、お風呂上がりに使うやつ、なんかヘアオイル使ってるけど、ショールームの塩で文字があるのかと思った。あ、ここになんか誰かのギフトのあれなんだっけ。確かにバグでここに残ってるってことありそう。投げられたやつがここで固まってるやつでしょ。エフェクト、違うよ。まあこんぐらいにしとこ。こんぐらいにしとこ一旦。スプリングイズヒア。わ、タワー来た。タイピーエンさん、タワーありがとうございます。タワー、お絵描きタイム、お絵描きタイム、これテロップ。タワーの新しいやつ、団子食べてるやつ。何のタワー、何だろう。新しいギフトが出てるよ、タワーぼっちゃん団子に見えてきました。確かにほぼ同じ。桜味のお菓子好きですか？桜餅は好きですよ私。葉っぱ食べちゃう。春が来たよ。とは早い。私春早かった。春が来た。ちょっと近づけてと。葉っぱ食べれるよ桜餅。食べれる。
ゆきりかの湯、桜も満開。さすがに家に桜は咲いてないかな。愛媛はどっちの桜餅って、あの葉っぱ食べれる方の桜餅、葉っぱ食べれる方の桜餅。熊さん、ありがとうございます。ね、なんとかあるんやろ。つぶつぶかクレープ、つぶつぶ、つぶつぶを葉っぱで巻いてる。つぶつぶを葉っぱでクレープしてる。安部さん、桜ありがとうございます。え、このギフトのまんま、あ、ちゃうわ。え、いや合ってる合ってる。あ、このギフトのまま、丸いお米みたいなやつです。もち米です。あ、ギフト2種類あるの、マジ。あ、本当にあるじゃん。へえ、丸い方です。へえ、こっち派の方々もいるんですね、関東。私はこの丸い方です。丸まれてる団子、ありがとうございます。ほげまさん、やするぱんさん、たけるくん、きれいギフトありがとうございます。粒あん派って、そうね、どちらかといえばどっちでもいいんだけど、どっちでもいいけど、こだわりはない。粒あん派なのかな。いやいや、どう明治なんて、このクマ可愛いんだけど、お口が、見てみんなよく見たらお口可愛いんだが、パクって言ってるやん。でも団子減ってない、何食べてるんだろう。団子は減ってないのにパクってしてます、もぐもぐしてる。何食べてるんだい。もぐもぐ。気づいてはいけないことに気づいて、ね、なんか何もぐもぐしてるのに2本目なんかね。そういうこと、1本食べ終わったんかね。なるほど、2本目ね、そういうことね。かわいい。かわいいです。サーヤの定型文、かわいいですなの、すごいね。確かにいいね、ポジティブ言葉をたくさん入れといて、ね、いい気分になろうかしら。
面白いね、面白いですね、めっちゃおもろいですやん。おもろー、愛媛熊でも、充電がなかったですな、笑いすぎて気を失いました。熊ね、山にはおるよ、そりゃ山にはね。あ、熊見たって聞いたことある、じいちゃんとか。あれイノシシやったっけな、みかん山に出てくるんですよ。熊かな、熊やわ、熊。あ、じゃあイノシシか。でもなんかが出てくるんですよ。へえ、でもクマ出てきた気するんやけどな。クマが出てくるって思ってたけど、え、10年前ぐらいからクマいない？四国に。ワイの見間違えそうなんかな。あ、イノシシか。なんかあんま可愛くないな。まあ、いっか。なんか拡大された、バグった、ショールームバグった、顔消えたんだが私の。どういうことさ。え、止まってる、私の顔がなくなった。固まったんですけども、ちょっと縦にしよう。一回、うわ、ちょっと失礼しまった。落ちた。画面反転しないで、多分反転しても真っ暗。三脚挟んでるから、三脚で。三脚で挟んでるんよ。タワー投げたからとかじゃないよ。私の充電がないの。ずっとレッスンで朝から携帯使ってたから、多分 18% ぐらいなんだよ今。普通に私のせいだから。違うよ、充電がないの。だから 18% ぐらいで配信してる方が悪いんですよ。
通に。タワーは全然関係ないですよ。充電充電マジで充電。ずっと携帯見てたからさ、携帯でやってるんですよ、メモの立ち位置とか。だから私の携帯疲労です、普通に。何パーセントで始めたのって。30ぐらい。タワーは関係ないよ。なんでそんなこと言うの。翼欲しいさん、桜餅ありがとうございます。タワー投げてくれた人がいい思いしないのに。え、なんでそんなこと言うの。携帯拾う。怒ってる。あとね、続きは。書きます。花粉症大丈夫って。私も大丈夫です。なんか微妙やな。目がかゆい。花粉症辛いんかね、どうなの。私も分かんないかも。私花粉症なんだけどね、鼻悪いんですけど、いつも通りすぎて別に普通です。ジャコカツめちゃくちゃ家族に好評でした。あ、食べたの。ジャコカツ、ジャコカツめっちゃ美味しいよね。ジャコカツ、
なんか今日絵が下手。枝島の件、私もまだ何も聞いてないんだよね。だからツイッターで知ってるけど何も知らない、だから分かんない。花粉症の影響か、絵が下手なんだけど気に入らない。ちょっともう一回いくわ。なんでだろう、熊の目がいつもと違うんだ。変だよね。まあいいか。こんなもんなんかな。違う？マジ？あ、目が違うんじゃない？だっていつもクマ得意なんですよ。なんだろう、いつものクマは目が違うんですよ。いつものクマと違うから難しいんかも。いつものクマはこんなん。そう、なんか昔こういうキャラいたな。でもこれ2回目なの。ほら、ね、クマさんの顔が違うわそもそも。こんなもんか。こんなもんって言われたらこんなもん。まあ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 、確かに30で逆にももちゃん最後の四国できるじゃん。逆にね、私もまだ何も知らないよ。公式に出てないっていうか、まずメンバーもまだ知らないから普通に何も知らない。あるんかなって感じ。30日、前日だね、コンサートの。でも早かったよね、時間10時とか10時45とかだった気する。だからまあ、あの影響はあんまりない。リハーサルにも参加できそうだし、あ、そうなら。
当日東京駅発だと間に合わん。そうだね、午前中10時とかやもんね。確かに前日になるのか。なんか今日腕相撲をしたから、休憩時間に腕が筋肉痛。久しぶりに腕相撲をしたから、2024年3月休憩時間に腕相撲したんですよ。結構本気でやったから、なんか筋肉痛。そう、タイピエンさん、春が来たタワーありがとうございました。タイピエンさん、ありがとうございました。クマ、まあ見慣れたら似てるような気もしてきた。クマがいつものクマと違うんだよね。クマタワー、ね、いい感じ。でも目離れてるよ、本物のクマも。本物のクマも結構離れてる。ほらね、顔近くない？いつものクマと目離れておやん。こんなもんなんですよ。うん、クマちゃん、お花見ペンギン。あ、やっぱ関西のって書かれてるじゃん。関西の桜餅、関東の桜餅って書かれてるよ。花より団子ギフトだから、私は関西なので、どちらかというと関西の桜餅です。ちゃんと名前がある。関西の桜餅、関東の桜餅、それは関東の桜餅。サマサホシーさん、服部さん、お花見ペンギンありがとうございます。お花見ペンギン、服部さん、桜餅ありがとうございます。ヤスルパンさん、ペンギンありがとうございます。葉っぱは食べる派です。葉っぱ美味しいじゃん。食べない派？桜餅の口になりましたかって。でも今はね、割とお腹いっぱい、ご飯食べて帰ったんだよね。
愛知はつぶつぶ？関西？腕相撲はそんなにはしてない、2人としかしてないけど。ご飯はサラピとなっちゃんとです。サラピとなっちゃんと、そう、負けてはないですね。コアラのマーチはあるけど、今お腹空いてないんだよね、本当に。食べたから、さっき9時ぐらいに。お腹空いてないです。何だろう、桜で目が不思議な感じです。私あれはパンは昼ご飯です。あれはドトールのパン、昼ご飯です。朝ごはんはおにぎり屋のおにぎり2個。めっちゃ食べてるな、そう思ったら。朝起きたら朝昼夜食べるから。めっちゃ食べてる、そりゃお腹すかんわな。夜は、でも夜少ないですよ、めっちゃ。唐揚げ1個と、なんか串2本と、少ないかも。枝豆ちょっと、と、フライドポテト少し。だけかも。こんばんは。少ないな。けんけんぱーさん、桜餅ありがとうございます。メイン何なんだろう。あ、でもあれも食べたな、とんぺい焼き。でも3等分だから全部。とんぺい焼き少し、スプーン1杯。少ないわ。そう、今日も全然お店開いてなくて、そうなんですよ。今日もいっぱい電話して、いっぱいじゃないんですよ、いっぱい。なんで月曜なのにこんなに人がいるんだってくらい全見せしまってた。もう、あ、もう予約でみたいな。どこも空いてなくて、今日は6軒ぐらい行ったかな、あの空いてる店見つけるまでに。
開いてないんですよ全然。でどこ行ったっけ、全く知らないとこじゃないか、え、学生じゃなくて大人がいるんですよ。大人月曜から飲むのやばいね。ご飯こんばんは。そう、会社の人みたいな方がたくさんいた。隣の席も会社員2人。送別会かな、会社員2人とかが多かったです。サラリーマンに曜日関係ない、確かに夜ご飯として行ってるもんね。私たちと同じか、お仕事終わりの夜ご飯って感じか。確かに毎日やな。小梅さんありがとうございます。夜ご飯毎日食べるもんね、そりゃ毎日行くか。家に夜ご飯なかったら食べて帰る。アッキーさん桜ありがとうございます。割と当たり前のこと、でも前なんか月曜とか人少ないと思ってたの、だから当たり前じゃないと思ってたから、そう思ったら会社員の人毎日飲むのか。私のお父さんは毎日飲みに行かないから、ね、知らないわ。愛媛やけんか、愛媛育ちやけんか、愛媛飲みはないからな、そんな遠すぎて車で行かなきゃいけないから送り迎え必須です。車で行かないと飲食店ないんですよ。こんばんは。人によって毎日飲んでるね。私も毎日食べに行っとうけんな。代行で帰ってくるのって、飲み行ってないですよ、家で飲む。お父さん家派なんですよ。ないんですよね、あんまり。都会みたいになんか歩いたら居酒屋があるみたいな感じじゃないから、そう行くってなったら迎えに行かんといかん。お父さんお酒激強です。家飲みそれが一番。でもなんかめっちゃお金かかるって言ってた、毎日飲むから。それやめたらね、調査切るのもお酒は倍美味しいんです。そうなのか、調査切ね、毎日食費削ろうと思えば削れるけどかさばる食費ね。でも美味しいもん食べたいよね。でも今日メンバーと話してたんですよ、削れるとこ削ろうっていう。ネットショッピングを最近では控えてる、割と控えてると思う。
でも食費は私控えないことにしたの。食費は控えない。家で飲んだら安く済みそう。まあ居酒屋よりは安く済むけど、飲まない人よりはあの無駄な出費がめちゃくちゃかかる。ウィッグまだ買ってないです。食費削る。私はあの交通費とかを削ろう。犠牲を減らすとか。ネットショッピングを減らす。でも食べ物は仕方ないからもう控えない。食べたいんだからもうそれは仕方ないということで食べます。メイクは全然お金かからんよ。一回買ったらね、3ヶ月ぐらい持つんで頻繁に買い替えることはないから。歩くのが辛くなったらすぐタクシー乗ります。ダメじゃん。ね、食費は削らない。食べたいもの食べる。こんばんは。メイク用品私マジ買わないんですよ。もう本当に公演とかお話し会じゃない限りメイクしないので、今日もしてないし、だから3ヶ月に1回ぐらいマジでなくなるの。インクとかアイライナーのインクとかファンデーションがなくなるの。もう3、4ヶ月に1回とかなんで、思ったより私はメイク道具に使ってないと思う。アイシャドウとかはなくならんじゃん。アイシャドウはなくなったことないんですよ。使い切ったことない。まだ食べたいもの食べるの大事ね。あなたも食べてるもんね毎日。こんばんは。メイクをしなさすぎるんだよねきっと。マジで公演、レッスンはすっぴんなので、公演とそうリップ 1本毎日使って、ああ半年とか持つ。リップは半年から8ヶ月9ヶ月ワンちゃん1年持つわ。これでしょ。そうだよ、持ちいいよね。毎日つけてるじゃんリップ。1年ぐらい持ちます。あ、1日1食で節約してる。私と同じ。レッスンはみんなすっぴんですね。メイクしてる人が数人って感じ。まあ、これは3本目だけど、でもリップめちゃくちゃ持ってるよ。普通になくならんけどいろんなの買ってるから、まあ買ってるっちゃ買ってるけど、これが一番赤い、赤くてお気に入り。でもめちゃくちゃある。ほら、いろんなのあるけど、複数使ってない。これしか使ってない。これはなんか
いいのないかなってリップ探した時にあのいいって聞く券さ買ったんですよ。でもやっぱりこれしか勝たんって感じ。これめっちゃ赤いんよ、手につくぐらい。めっちゃ赤くていろんなの試してみたけどリップ使い分けてない。これです絶対。しかも公園で落ちない、赤を保てる。でもこれもう売られてないんだよね、販売終わったの。だからまたリップ探ししないとって感じですね。こんばんは。メイクね、アイシャドウも毎日っていうかずっと使っててちょっとなくなってるって感じやね。真ん中まだまだある。めっちゃ持っとうな、そう思ったら。メイクの持ちがいい。均等になくなるの？うん、ここしか使ってない。ここと、これラメだから使わない。これは濃すぎて使わない。こことここです。メイク道具がなくならないですね。全色使わないじゃんアイシャドウって。使う色だけ。ヘビかと思ったら猫なんですねって。確かにそう言われてみればヘビに見える。これでしょ。確かに黒と茶色のヘビに見える。白がカーテンと同化してこういうことでしょ。ほらヘビじゃないです、猫です。猫だにゃ、猫だにゃん。猫や猫や。ヘビかと思ってた。見えんのかな、白飛びして。シャンプーはこだわりあります。だからシャンプーよりもトリートメントにこだわりあるかも。私はなんか髪の話で話を広げるんですけど、なんかご飯食べに行ったり焼肉とか焼き鳥とかしたら髪の毛にめっちゃさ、なんか焼き鳥の匂いつくんですよ。本当にそれが嫌で、お腹いっぱいの状態で匂いたくないじゃん、焼き鳥の匂い。満腹で帰るじゃん。帰った後もなんかしばらくさ匂う感じが嫌すぎて、帰ってきた瞬間にコートにファブリーズして今外に置いてるんですけど、で上も下も着替えました。洗濯した、着替えた。匂いたくなさすぎて、今日着てたものも。そう、しかも焼き鳥屋の前を通るだけで匂いがつくんですよ。焼き鳥屋ってめっちゃ煙ゴーゴー出てるんですね。めっちゃ煙がゴーゴー出てて、焼き鳥行ってないのに焼き鳥屋の前通るだけでくんです、匂いが。だから避けて通るようにしてる最近、嫌だから。
近づいてきたらもう周辺から匂ってくるじゃん焼き鳥屋って。で目の前通ったらもう煙とかで頭につくんですよ。それが嫌でちょっと遠回りしてたり反対車線通ったり頑張ってる。うなぎならいいんだけどね。そう、本当にあれが嫌なんですよ。満腹なのに帰り道になんか匂いふんふんなんかさ飛んでくるみたいな、それが本当に嫌。もう洗濯回した。ふんふんさ漂ってくるじゃん。焼肉と焼き鳥そう、もうお腹いっぱいになって帰ってる時だからギツギツですわ。明日火曜日か、なんか今日火曜日感あるんだよね。3回ぐらい間違えた。あ、今日見たいドラマがある日やって3回ぐらい火曜日かと間違えた。月曜日やんな。豚骨？豚骨あんまり関係ない。豚骨ラーメン、ラーメン？ふっくらごはんさん、桜餅ありがとうございます。3月20日は幕張水曜日。そう、土曜日のねお話し会なんですけど、そう今日ね袴をポチろうかなって思ったんですよ。でもなんか自分で着れるかなって思って、あの袴なんか可愛いと思うやつがないんですよね、着たいやつが。そうそう、アマゾンとかで見ると。そうなんですよ。なんかいい気に入る絵柄がなくて妥協して気に入らんやつ買ってもいいけど、って感じなんですよ。だから袴にそんなにこだわりがなければ、なんか違う可愛いコスプレとかに変更できたらいいなって思ったりしたんだけど、なんか可愛くて可愛い、最近ドンキで見つけた可愛いやつとか、なんで顔に書いてるんですか？シールです。変更は可能です。私が用意すればいいだけだから。なんか微妙なんだよね柄が出てくるやつ。レンタル？どこでできるの？
いいのはまだ探してない。でもドンキにいつでも行けば。でもなんかめっちゃ可愛いやつ見つけたって言ったじゃん、超可愛いチャイナとか。最近ドンキでコスプレを買いに行った時に見つけた、メイド買いに行った時に、おニューの、それか普通に私服、私が用意する私服。こんばんは。今日は外食した？あ、昨日もした気するんだけど、サラピと今日はっていうか、え、ドンキガラクタしか売ってないって思うじゃん。コスプレ意外としっかりしてるんだよ。いつもメンバーに言われる、それどこで買ってるのって言われて、ドンキですよって言ったら、めっちゃしっかりしてるねみたいな、普通に衣装みたいな売ってるの。マジ今年着たサンタとかめっちゃ可愛かったでしょ、チェックの猫の。生地しっかりしてるんですよ、普通に衣装。あれをアイドル衣装として着てた、あのライブアイドルさんいた、地下アイドルさん、ちょっとあのリメイクしてあれで歌ってた。それぐらいクオリティ高いです、コスプレ。まあ安いやつはもろいね、でもちゃんとしたやつはちゃんと生地してる。そう、どこで買ったかめっちゃ聞かれる。あ、猫サンタとかは数人に聞かれたね。アイドルさんたくさん着てたでしょ、あのサンタ。そうなんよ、だから物によってはめちゃくちゃいいやつもある。悩むな、服どうしようかな。そうそう、しっかりしてるんです。なんか可愛いやつ見つけたいよね、2つぐらい。着たいやつ、着たいやつが2個ぐらいあるんですよ。着てみたい可愛いやつ、何だったか思い出せんけど。まあ私服でもいいな。まあいろいろな方面で探してみよう。1時間ごとに着替えるね、今日探してみよう。トトタウンとかドンキとか。でもそれで、ね、3月土曜日、土曜日オンラインです。ね、だから袴のオフショットまだ出してないな、私。生写真の使わなきゃ。タウン情報来る、そろそろ。キチネさん、タコありがとうございます。もう18日なのか、やばいな。なんか20日が来たらなんか月の終わりを感じる。20日がタウン情報提出日なんだけど、毎月20日が来たら、ああもう今月も終わりやなって気分です。リアルお話し会の日か、新幹線とかで書こうと。たっちゃん、さくら、ありがとうございます。はいね、もう4月じゃん、早、誕生日来るやん。
気づいたら6月になるよ気づいたら。最近20日始めがなくなりました。あったの、なんかそう20日始め4時間あると結構書ける。私早い時はタウン情報8分ぐらいで書けるんですよ。ちょっと考えたりしたら10分15分かかるけど、早いと7分8分ぐらいで出せる。はじめまして、はじめまして。新幹線の中余裕です。でも最近愛媛であのお店巡りしてないからちょっとやばい。1月しかまともに帰ってない、珍しいよね。2月は2日だけ帰ったけど1泊、でもどこも行けなかったので1泊。4月、写真提供できます？まあね、本当に困ったらお母さんに写真だけ送ってもらったらいいから、友達とか。友達とか友達のバイト先とかね、送ってもらったらめっちゃいいけど。あ、でももうバイトじゃないんか、仕事か。え、でも一回なんかお芋屋さん紹介したら、そう、友達から私もお芋屋さんでバイトしてるのにそこじゃないとこみたいな来て、だから普通にそういう友達のとこ紹介してもいいなと思ったけど、なんかロープウェイ街のお芋屋さんで働いてるらしくて、あ、全然そこ紹介してもよかったなって思ったけど、思っただけで月日が流れてもうその友達は社会人なのでバイトしてないですわ。なんかチクチクする、桜が首にチクチクする。こんばんは。そう、もう社会人だからね。とっちゃん、桜ありがとうございます。桜、あ、これがクルンってなるの気に入らんの。セクシー、これが クリスマスの時にそれやったらウケる。あのクリスマスの、確かに。トゥル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 、こんばんは。この辺に飾っとこ、雑に。やばいな、せっかくこの前大掃除したのにここで配信したらこうやって日々散らかっていくんだよね。最近ここで寝れるぐらい物なくしたのに
桜いつまで張りますかって。桜シーズンが終わるまで。でも飽きてきたらまたあっちで配信するわ。とりあえず鳥の巣みたいな感じですけど、鳥の巣。メルさんハートありがとうございます。そう、今日から桜期間、そうショールームさんがね、今日から桜のギフトにしたのね。今日から桜期間です。花見会場、桜、ショールーム基準。そうですよ、だって今ショールームだもん。でもリアルではあの桜期間じゃないけど、ショールームの中での桜期間、リアルな広島の開花。でもまだ全然咲きそうになかったんだよね、桜の木見たら。4月の頭ぐらいじゃない？4月の8、9早いか。それポン太郎さん団子ありがとうございます。マドンナ団子、三色団子です。愛媛は関係ないよ。三色団子、愛媛県民もっちゃん団子ってもんかな。私三色団子好きなんですよね。なんか回転寿司のデザートで絶対頼む三色団子。くら寿司かな、違うな、はま寿司やな。はま寿司、はま寿司、はま寿司。そう、なんか冷凍ちょっと氷かけの三色団子出てくるんですよ。あれが好きです。桜の予想3月31日。嘘何色が美味しい。白、そう、ビニールのフィルムに包まれて流れてくる。そうです。食べたことある？なんかでも回転寿司屋さんとか行ったらさ、デザート食べたいじゃん。だから三色団子です。三色団子がないところでは大学芋、それがないところでは焼きプリンタルトみたいな、その3択。ケーキは食べない。今日はねプレゼントをね受け取って帰ったんですよ、事務所で。今日はおっ、プレゼントを受け取って帰ったんです。回転寿司でラーメン食べる、食べる。しかも回転寿司のラーメンって軽いよね。そうなんで、ね、トラさんいませんがって。そう、トラさんねいないけど、なんかあまりにもなんか取りに行け取りに行けって言われてさ、めっちゃコメントしてたからあえて。
ばんは。プレゼント、プレゼント紹介しようかな。エブリン、自分のはついてるかなって。これじゃない、これじゃないかな、これな気する、絶対これでしょ。エブリンじゃない、これエブリンだよね。かわいい服です、かわいい服屋さん、絶対かわいい。なんかリネちゃんとかが着てる系の、かわいい系の服。エブリン好きなんですよ、私。私が好きって言ったからかな。エブリン、プレゼント紹介です。ゆめちゃんとかが来てそうじゃない。え、でもこれ今見せるんじゃなくて、でもいつか、どうだろう、いつか来た時に。かわいい、でも見せたら面白くないよね、来た時。え、どう思う。可愛いけどさ、来た日に一気に全部見せたらね。あ、でも送った方は見せてほしいか。ハロー、紹介。話し会、え、確かお話し会で着れるレベルの可愛い。見て、チラ見、可愛くない？お話し会で着れるレベルの可愛さ。お手紙に写真があります。お手紙どこだろう。りんごさん、桜餅ありがとうございます。あ、20日には着ないよ、20日には着ない、23。ね、でもいつか着るから、着た時に紹介しようかな。全部見せたら、あ、映画のなんか、映画のパンフレットがある。私に映画を勧めてくれてるのかな。関東風ありがとうございます。映画、私映画は水曜日に行く派。今週は行けないけど、映画デューン3月15。いや、これは行かないかな。あ、フライヤーね。変な家、これは行きたい、これは行きたい。めっちゃ怖かったっていう感想が流れてきて、楽しみ。恋煩いのエリー、私こういう恋愛系の映画あれなんですよね、見に行かない派っていうか、見ないんですよね、全く、ほぼ全く見たことがない、こういうジャンル。青春的な
レモマン。そうなんですよ、好きじゃない映画のジャンル。そう、あ、これはいいね、なんか雰囲気いいですね。サイレントの監督、あ、じゃあ絶対いいやつやん。5月か、だいぶ先やな。映画の予告って早いからさ、待てない。 5月。キュンキュンしないんですよね、あんまり。多分見てもキュンキュンしないから、何の時間だったんだろうって思うんだよね。何の2時間みたいな。冷めた人間なんです。オーメン、ホラーがいいね。私映画好きだから。どんな感情になりますか？え、何の2時間やったんっていう感じよ。どうなんやろ、普段そういう映画を見ないからキュンキュンしないだけなんかな。どうなんだ、キュンキュンっていう感情はないんかもしれん、私の感情の種類に。あ、チーカーのパーカーね。ペコちゃん出た。ペコちゃん、エブリ、ね、めっちゃ可愛い服、これでしょ。これ着ようかな、普通に可愛いんだけど。オーメン好きです。へえ、どういうやつ。ね、大森真帆さん可愛い。エイブリー映画、映画ね、私がでも見たい映画は今のところ変な家とコナンぐらいしかない。恋愛映画って若者が多いって。まあそうなんじゃない、高校生カップルとかじゃない。はい、 I'm from Indonesia。 はい、高校生カップルが学校帰りに見に来てるイメージ。でも高校生のさ、あ、フライヤーしまっちゃった。ああいう高校生活のさ、わかる、恋愛見てキュンキュンしてもさ、もう無理じゃん、リアル体験は。もう私高校生終わったしさ、高校生が見たらいいんじゃない、めっちゃいいと思う。目かゆ、これ花粉症かな、今日かゆいやめ、リアルじゃない。ペコちゃんキャラになっちゃうわ。これは夏だな、半袖。
番面白いレッスン着今日着てたの誰？でも今日はでもね、あのビブス着るからあのレッスン着見えないんだよね。こんばんは、ありがとうございます。プレゼント来ます。ぼちぼち、ビブス、ビブスだよね、ギブスじゃないもんね、ビブス。そう、胸行きってやつです。でもトンさんのやつは20日に着るやつとかだから紹介しない。今リアルお話し会で、さやかりんとお揃いなんですよ。手紙長いな。え？この文章量でめっちゃあるんだけど。やばくない？小説6枚ぐらいあるんだけど。うわ。小説かな？で読もう。胸行きってやつグッズで売り出してほしい。あのビブス、あれはでも普通にビブスに紙入れてるだけだからみんなで作れるよ。普通にビブス買って胸行きって印刷した紙入れてるだけだよ。よく見てみて、メール。ビブス買って、確かに。でもああいうグッズあったら売れそうよね。確かに。そう、坂道さんでね、自作で作ってる方よく見かける。そう、プリント式じゃないの。数日前に送ったよね。見てみてよ。数日前じゃないか、あれは1週間前ぐらい。紙入れてるだけで髪の抜いて使い回しです。あそこに髪入れるだけです。で、自分が使わんときは抜いて違うこの名前入れてみたいな。そう、印刷じゃないんです。だから作れるよ。セーター T シャツそんな感じでどうですか？むずいよ。え？胸行きリカって確かに。え？でもシンプルやな。太めの文字で胸行きリカってことでしょ。坂道さんみたいに。ニュースのデザインしたらいいんか。で、こうやってこうやってかたどって青で T シャツ。確かに。でもそれを見てさ、あ、そういうグッズあったらいいなって思ってさ、本当のビブスがグッズ販売されたらさ、マジ私の生誕祭の意味なくなる。ガクヤンさん、桜ありがとうございます。桜ビブスのグッズいいじゃんってなってさ、発売されたら私の手書きのビブス何事みたいな。てかね、頑張
ったら作れそうじゃない、それ逆にみんなが簡単に、あの入力で手書きじゃなくて胸ゆきりかって、そこにね手書きじゃないじゃん、あのウィブスの名前だから入力で作ろうって思うけどさ、それ誰でもできるからさ、あれだよね。キツネさん団子ありがとうございます。気合です。生誕ティーどうしようかな、まあまだいっか、まだ早いな。まだ色はサイリウムカラーじゃない、みんなあの色紙入れてるだけでしょ、横から。誕生日なんか来てほしいようで来てほしくない、うん、6月を来させない方法、みんな一緒の色。誕生日嬉しいと嬉しくないが混ざる、確か多分土日なんだよね。ふっくらごはんさん団子ありがとうございます。誕生日って嬉しいもんなんかな、まあ、誕生日をめちゃくちゃ嬉しく楽しみにしたことはあんまりないですね、人生においても。別にでもなんか楽しみにした時もあったけど、なんか期待しすぎても意外と何もない日だから、期待しすぎてしまったらなんかつまらんかったな、意外と普通の日やなって思って終わってしまうから、うん、明日誕生日タイムリーじゃん。なんか3月生まれ多いね。自分の誕生日は楽しみじゃないですから、6月15日は楽しみ、本当。でもなんか誕生日は迎えてしまったらあと1年婚っていう面でもう嫌だ。誕生日楽しいことって終わってしまったらあと1年来ない、クリスマスもそう。だからね、逆に楽しすぎたら終わってしまったら悲しい。ごめん、そうね、1年に2回ぐらい生まれたら、こんばんは。誕生日ぐらい盛り上がる日、やっぱクリスマスでしょ。あ、でもあれだね、1500日とか2000日とかは誕生日、軽い誕生日ぐらいに
祝ってる気する。って言っても2000は2年後だから、2年後っていうか次の次の6月なんで、こちら祝います。でも次の次の6月だよ。誕生日のあと1、2週間したら2000日来るから6月に塊じゃん。塊すぎ、何の意味もないやん。記念日をいっぱい1年で何回かって言ってるのに6月に2回になっちゃう。100日に1回は、でも100単位、100単位は多いよって言おうと思ったけど、1年に3回か、少ないね。なんかもう、千何日とかしてるからさ、100単位のお祝いは多いって思ったけど、1年に3回ぐらいかって思ったら、少ない。ほんまやね、少ないね。そう思ったらたった3回か。365、300日分の3ね。300日分の3。3ヶ月ごとって聞いたら多くない？でも1年に3回って聞いたら少ない。言葉のマジックですわ。記念日、アリちゃんさん昨日記念日だったよね。ちらっと見たわ。なんか推し登録が今983。お、もうちょっと、あと17、1000、推し登録1000はやばいね。いや、超えてる人結構いるか。でも毎日配信と同じぐらいってことやもんね、マックスが。長い連続配信素晴らしい。そういや、なんかカチカチの音が復活してる。時計の針の音みたいな。何の音やろ。最近気にならんかったカチカチ音が復活してるわ。いや、時計の針の音じゃないの。針の時計ないの、部屋に。なのにね、なんかのメーターかな。ユキリカのショールーム面白い。でも面白い時と面白くない時ありますよ、人間ですから。今日は面白くない方です。手応えなし。こんばんは。毎日面白いことなんてできないですよ、芸人さんじゃないんだから。できないよ。面白い配信に巡り合い、そう、面白い時は面白いんだよ、自分で言うけど。面白い時は面白いの。
チラチラ来てください。毎日やってるから基本夜ですね。基本夜なので、明日も夜、あさってはもしかしたらお話し会行く前にやっとこうかなと思うけど、配信しながら手応え感じた時はガッツポーズしていただけますかって。分かった、今日は全然手応えない。ネタがないもんな。無音で見てて仕事で見れてない時に限って面白そう。確かに。ということはね、幕張の日夜は短くしかできないかも。だから行きしにちょっとだけやっとこうかな。念のため、手応え感じてそうな時は僕もガッツポーズします。みんなでガッツポーズしよう。今日の配信おもろいって。いつも長時間ありがとう。え、ありがとうって言われることしてないんですよね。ショールーム、あ、桜春って言って猫張った時にちゃんと突っ込めてれば。確かに初っ端からボケてたんだけどね。今日の配信は25点。ガッツポーズの腕の体は、腕は体の正面派ですか横派ですか。正面派です。こっち派の人いるの。正面派です。トワイライトさん、桜ありがとうございます。あ、まあ、もっと頑張りなさい。頑張らないですよ。ショールームは頑張らない。素をお届けです。頑張ってしないです。頑張らなきゃいけなくなったら楽しくないよ。25点。正面のガッツポーズない。嘘、こっちでしょ。よっしゃよっしゃ。こっちあんま見んけどな。これはマッチョポーズですよ。マッチョ。25点でこの感じなら100点の時は世界が笑顔で溢れてしまう。そうなんよ。そうなんです。最近だといつ100点だったかな。何したっけな。花雪さん、桜ありがとうございます。あ、絵文字にないってこと。そういうこと。危ない、咳が出そうだった。絵しりとりの日、確かに絵しりとりの日は結構盛り上がった。そうね。好きなお酒聞いてもいいですか。ハイボールです。太らないからです。太らずにお酒を感じれるからです。理由は。こんばんは。お酒飲まないですよ。毎回今日の配信の採点しようかな。今日は25点にしとくわ、とりあえず。今日はもう脳使い切って長時間リハーサルで枯れてるんですわ。
脳の細胞が。コアラのマーチ。脳細胞。明日は元気かもしれん。明日の私は元気。明日の私はきっと元気です。反省します。なんでやねん。ノーさんお疲れ様です。本当に「トリケラトプス」はあれ130点です。お花探すって言う通りに素敵に、うん、頭にお花咲かせるな。でも頭にお花、うん、いやシール剥がさないですよ。まだしばらくはつけとく。嫌になったら外す。まだつけとく。まだまだね。せめて1週間ぐらい。てか4月じゃん桜の本番って。いつまでつけてるかな。あと1分。やばいやばい、団長読まなきゃ。13位ムーランさん、12位キチネさん、11位文吾さん、10位たけるくん、9位東京さん、8位リクさん、7位ひとしさん、6位みきやくん、5位やすべさん、4位つばさほしさん、3位はっとりさん、2位やするぱんさん、1位うどむさん、ありがとうございました。あ、タイピーエンさん抜けたな。タワーくれたのにいないぞ。ありがとうございました。はいはいはい、おやすみなさい。おやすみ。ありがとうございました。今日も一日。